監督生グリム、どうだった俺たちのパフォーマンス。舞台の上、レッスン室に比べてすごく広くて、でも伸び伸び踊れて気持ちよかったかな。君も言うようになったじゃないか。今の映像すぐに確認したいわ。正面じゃなく舞台サイドからの見え方が知りたい。お疲れ様ビル君、最高のパフォーマンスだったよ。感動でしびれちゃったな。私たちは奇跡の国の報道番組のスタッフなんだけど、夕方のニュースとして取り上げたいからインタビューの時間をもらえないかな。もちろん。ありがとう。今回ナイトレイブンカレッジは VDC 開催校に選ばれたこともあって、プレッシャーもあったと思うけど、そんなことを一切感じさせない隙のないパフォーマンスだったね。力強い歌声、キレのあるダンス、もはや高校生レベルを超えている。世界中探してもここまでのユニットはそうない。さすがはビル・シェーンハイト率いるチームだね。ありがとう。厳しいレッスンを乗り越えてきたから、そう言ってもらえると嬉しいわ。本番ではもっと、いえ、世界で一番美しいパフォーマンスをするつもりでいるから期待していて。最初にこの完成度を見せられてしまうと、これからのチームを見る目が厳しくなってしまいそうだ。おお、なんかいい反応なんだぞ。そうだ、 VDC の生中継に向けて代表チームのリハーサル風景を10秒ほどの予告動画にしたものを間近めにアップしたいんだ。学園長からは VDC をより盛り上げるためならと、この企画に許可を得ている。少し映像を確認してもらえるかな。ええ、いいわよ。そうか、 VDC は表向き、あくまで学生の音楽発表会。曲名や登壇順は当日まで伏せられる。しかし商業的な注目度は非常に高い。となる、宣伝や予告で期待感を煽る必要も出てくるな。大人の事情を感じるな。まあでも確かに本番直前なら他校のパフォーマンスを見て対策練ったり、曲目を変更することなんか無理ですもんね。協力をありがとう。ではこの動画はすぐに公開させてもらうよ。こちらこそ。じゃあ失礼するわ。お、早速今のテレビ局のアカウントに動画がアップされましたよ。お、本当だ。あ、今一瞬僕が映ったけど、なんか踊りがギクシャクしてる気がする。僕にも見せて。ああ、すごい、どんどんいいねがついて拡散されていく。よー、ビルのファンから待ってましたってたくさんコメントがついてるぜ。というかこの動画ほとんどビル先輩しか映ってないじゃないか。かっこいい、すごい、何より美しい。みんなが VDC を楽しみにしている気持ちが伝わってくるね。ミラミラ、教えてちょうだい。はい、何を検索しますか。今この時最高に美しいのは誰。美しいメンション数第1位アカウントについてのウェブ検索結果はビル・シェーンハイトです。あっついにこの時が来たわ。これでやっと。次はロイヤルソードアカデミーの皆さん、スタンバイお願いします。はーい、今行きます。え、俺らの次ロイヤルソードアカデミー。ちょうどいい、どんなパフォーマンスか見てやろうじゃねえか。なあ、じゃあ休憩がてら客席に座って見ていこうぜ。ちょっと、映像を確認して反省点を洗い出す方が先って言ったでしょ。まあまあ、ロアドポワゾン、競うべきライバルの実力をしっかり把握しておくのも大切なことだよ。はあ、それもそうね。ロイヤルソードアカデミー代表、どんなものか見てやろうじゃない。まあ、私たちの美しさには勝てないでしょうけど。照明、音響、準備 OK です。ロイヤルソードアカデミーの皆さん、どうぞ